竹がかなり曲がってますね。あの白い旗が見えるんですけど、ちょっとね、なんか絵がありますね。なんだろうね。うわ、これはね、すごいです。はい、皆さんこんにちは、スピチューブです。今日はね、岡山県倉敷市にある種松山ですね。おそらく倉敷に住んでる人は知ってると思います。結構有名な霊園がある山ですね。それではスピチューブ始まります。はい、皆さんこんにちは。今日はね、種松山という山に来たんですよ。もちろんね、知ってる人は知ってると思うんですよ。はい、種松山、火葬場があったり霊園があったりとか、例えば参拝業者とかのそういう施設もあったりして、ちょっとね、雰囲気が悪かったり、駐車場のトイレですかね、そこでなんか自殺があったとか、なんかいろいろそういう話を聞いたり してんですよね。結構ね、この山自体広いんで、そうですね、どんな感じなのかをちょっとね、見ていこうかなということでやってきてます。はい、スピチューブ始まります。公園からね、離れたとこにやってきたんですけど、駐車場ですかね。なんかね、トイレでお化けが出るとか、人が死んだとかいう話を聞いたんですけど、これかな、これなんですかね、これなんかな、駐車場とかのトイレですけど、ね、普通ですね。いや、現在地はここですね、この公園で。で、まあこの辺が子供とか遊ぶとこですよね。結構ね、広いですね。日本庭園あったり、でね、今回ね、ちょっとね、この公園以外の場所行ってみようかなと思うんで、これは小動物の足跡なのかな。種松山にはなんか鹿がいるとかいう話をね、聞きますね。竹がかなり曲がってますね。あの上のね、木が折れてんのかな。なんかすごいカーブしてます。これもまた立派な霊園ですね。結構広いな。とにかく霊園が多いですね。もうね、夏ということで、心霊スポットとか廃屋とか廃墟がそろそろ見たいなとか、ブームな時期だと思うんですよね。でね、まあ、これを見てくれてる人にちょっと聞きたいんですけど、いろいろね、ブログとかで茨に廃村があると、で養豚場跡地とかあったりするらしいんですよね。で、実際その場所が茨だけであって、それ以降のね、情報がないんですよね。もしね、その知ってたらなんかちょっと教えてほしいなって思うんですよね。できました。なんかありますね、なんかやってますね。結構ね、テニスしたり
さっきのレーシング場もそうなんですけど、まあラジコンを操作するのかな、まあそういう場所があったりとか、結構ね自由度が高いですね。ここも釣りができるのかな、どうなのかな。あれなんですかね、あの旗の白い旗が見えるんですけど、ちょっとね気になりますね。なんか絵がありますね。なんだろうね、ちょっと聖徳太子みたいな、あとお地蔵さんとかもですね。ちょっと気になる。ちょっとね、おお、やばいですね。ちょっと絵があるんですけどね、絵が、絵があるんですよね。絵があって、うわこれはねすごいですね。でもあれですね、そんなに時間経ってないのかな。私は令和様って書いてますね。いろいろとなんかね、高梨エース意地ドル意地努力努力努力が実る。なるほどね、あるわけですね。おお、お釈迦様なのかな。ありますね。なんかこっち側もね。かかし、なんか嘘、うわ落ちちゃう首が。ありますね、なんか令和って書いてるんですね。なんかいろいろあります。2019年、なるほどね。奥にもなんかあるんですけど、まあこれ置いてあるのが外側だけなんで、完全に通行人。これありますね。ことで、これ見てるよ、ほら。自転車。この中入ってるのが、シューズが、サドルがないですね。はい、というわけで、種松山ね、上の方をね一周したような感じです。というわけで最後にね、ちょっとね変わったね、畑がありましたね。
結構ね、なんかアンテナの家みたいな感じで、ちょっとね、びっくりしたんですけど、昼間はね、全然ね、そういうあんまり怖くはないんですけど、夜がね、かなりやばいいうことなんで、ぜひね、肝試し夜やりたいなとかいう人は行ってみてください。というわけでね、今日はこんな感じで締めたいと思います。ご視聴ありがとうございました。